今回はツタンカーメン重心化使っていきます。でまずはこっちの反射の方から、性能は完全に天魔2で使ってくださいよみたいな性能してるんで、天魔2で使っていこうかと思います。で天魔2で私も初見じゃないから負けて帰ってきたから知ってるんですけど、使い勝手に関しては殴り超強いです。ただボス戦入るとやっぱ魔法陣対応してないのがものすごく気になります状態になっちゃう。でこのキャラ全キャラの適性の中で多分一番殴り強いんで、このキャラにしか多分おそらくできないことがあるんですけど、それがこの離れてるドラゴン言うじゃないですか、こいつらは地雷持ってたらワンパン取れる。なので適当な打ち方してもね、なんとかなっちゃうのよね。だからここで横勘で上がって、本当はこれ縦勘で入ってくるんですけど、じゃこんな感じで変な打ち方で、味方の位置が縦勘だとちょっと離れてて無理だなとか、そういう時に使えるんじゃないのかな。あとはでこのちょっとこのくっついてる雑魚は2パンいるんすよね。それがね、ちょっとすげえもったいないとこ。これがもし1パン取れたらもう最強レベルだったんですけど、まあ2パンでも別に割となんとかなるレベル。SS 使ってるんだったら多分適当斜め暴れなんとかなるんじゃないかな。その鎌足りが強いけど、あのキャラの強いのって魔法陣対応もあるけど、連撃キラー L だから同じ敵をたくさん殴らないといけないから、こういうところだとちょっとね、間に挟まる系のとかちょっと火力出しにくいんですよね。で、2パンで倒せるから割と斜めの入り方してもなんとかなります。で、あとは、もう、このキャラなんですけど、これでいけるかな？はい。地雷持って、1、2、3、4回殴ったら、終わる。まあ、将兵名なくても多分5回殴ったら終わるかな。すっごいね、削りがいい感じですね。しかも配置も超いい。あとは、だからこれで削っていって、まあ、さすがにこれは、まあ、これ縦勘か。いや、これがちょっと、これはこういう時のあれだ。横勘だ。はい。ほら！いけ！あーもうなんで左側行っちまったよ。いや、これであと今、あの間入れたら、もう余裕で行けてましたね。なんでこんな感じで、ちょっと、なんかルートがちょっと厳しいなみたいな時に、いい感じにできるのがね、ものすごくいいところだと、私は思います。はい。だからこれで、多分もっと雑な並べ方してない。で、地雷なくなっても2パンでいけるから、それでもいい。多分ね、鎌足りとかだと何パンいるんだって。よっぽど鍛えてても3パンか、2パンだっけ？忘れちゃったな。これもだから横勘で上がっていって、これで倒せたりするから、はいはいはい。こういう処理できるのすごいいいっすね。あとは、下のあいつ倒したら OK で、あと、村正の処理もね、このキャラすげえ楽で、挟まらなくてもなんとかなるんですよね。配置が良ければ。これまず適当に入っていって、よし。地雷持ってワンパン取れた。さあ、あとは、次のキャラでそこだから、移動右だっけ？うん。あ、これはじゃあいけるわ。このキャラね、地雷拾って、地雷持った状態5パンできたら終わる。なので、多分これは、2、3、4、5。で、あとちょっと殴って。いや、これできるのすごい良くないですか？多分このキャラにしかこんな雑な打ち方で、鎌足りとかできるのかな？ SS 使った鎌足りだったらいけるかもしれない。通常鎌足りでこれできるのかな？で、あとは、さあ、これで縦勘で削っていって、よし！で、倒していく。やっぱここの難しいのってさ、ボス削りじゃなくて、この雑魚をいかにぐだらずさっさと倒すかみたいなところだから、それがだからどんだけ早くできるかな、そうね。はい。やべ！よし！危ねえだ、こういうのミスってたら、もう即死がやめるの。これも、じゃあ、魔法陣か、魔法陣、魔法陣踏んじゃうか。だから魔法陣対応してたら多分これ完全に天魔に終わってたね。多分これやってくれるのは、おそらく、あれかな？木の限定キャラかな？あ、やべ、完全にミスった。まあでもこれで、下に触れてから戻ってくればいいから、こう打って、だ、こんなミスをやってる場合じゃないのよ！よし、これ配置がいいから、3個踏んで、下に入、いや、2個か。2個だったら、じゃあこれ、右か。ちょっと待って。そろそろ真面目にやらないと負けるな。はい。よし !OK! で、なんとかなりました。あとは、SS がそろそろ使う。でね、これ、2段階目のやつ、1段階目の SS の実況化が 1.2 倍で、2段階目が、なんだっけ？2段階目が2倍。1段階目 1.2 倍なんですけど、はい。よし、これ倒した。ボス戦、超適当に斜め打ちしたら、2段階目だったら多分終わんね。
それぐらい殴り強いです、この人。これもだから、交換でこっち行って、はい。で、入って入って、OK。で、次が、あっちだから、ちょっと遠回りして、魔法陣4個にしないと、ちょっと怪しいな、これ。だから、これで、横間で下がって、上がって、で、角度こんぐらいで、はい。よし、OK。で、直せました。さあ、ちょっと2段階目のやつ、一発、誰がぶち込める ?1P がぶち込めるか。いや、魔法陣、4P 直してくんねえかな。ちょっと皆様に見せたいっすね。これの雑斜め打ちしたら、どれぐらい強いかっていうの。で、移動するでしょ?だから、これはだからちょっと置いといて、何もしないとく。はい。4P にこれ魔法陣のビーム打ってくんねえかな。それしたら開幕打てるんですけど、頼む!打て!あー、ダメだ。ちょっとこれ諦めるしかない。とりあえず次に向けて、魔法陣をちょっと、はい。元に戻しといて。よし!さあ、これで皆様に見せようかな。多分、これ次左入れだから。そっさあ、こんな状態で、こんなところから、縦勘でカンカン入って、上とか下に入るのって、多分なかなか難しいと思うんですね。そういう時に、打ってほしいやつが、もうこんな感じ。とりあえず、剥き出しの部分をかなり増やす。もうなんでいいかな?多分、はい。上に入るから、このままだと。はい。多分これでいいでしょう。ね?これ、これの削りすごいよ!いや、地雷もっと持ってたらこれ余裕だったな。あとは 2P がそこだから、まあ、これぐらい削れてたらもうあと余裕っしょ。まあ、これぐらい削れてたら、もうあとは斜めで適当にねじ込んで、あー、あれか。まあ、また剥き出しの部分を多い打ち方にするか。これなんでいっか。はい。まあ、これで、よし、OK。なんで、こういう超雑な打ち方でもなんとかなるから、すごい!これがね、いや、いいんじゃねえのかなと思うんで、鎌足りこんな雑な打ち方しても、ビットン加速状態にしてくれないと、連撃が切れるから、あんまり良くないと、思うんですよね。はい、はい、はい。カンカンで倒す。あとはみんながひよこ状態だからな。ちょっとこの辺なんとかしたいな。あ、いいね、いいね。じゃあ、あとは、これ多分、割と雑斜め打ちして、ちょっと期待してるのが、ちょっと期待してるのが、こう打って、味方に触れて、はい。これ打っていって、はい。よし、OK。あとはこれ暴れていって、この、出現してきたやつももう一回倒せねえかな。一回、無理か。さすがにこれはちょっと無理か。調子乗りすぎたわ。これもだから倒せるって、多分ね、これもだから、配置が良くないな。ヒットポイント同じなんだっけ?いや、ダメな、これは。これはちょっと真面目に打つしかないな。味方に触れて、これでいけるか。縦勘で、いや、無理だな。やっぱこうか。はい。よし、で倒した。さあ !SS の2段階目の準備ができてるから、もうちょいこれなんかずらしてくんねえかな。はい。なんかこれ魔法陣ビーム出してくんじゃないかな。あぶね。そしたら、これは SS 使って地雷4個あるから、右側ぶん殴って、どれぐらい削る?ラスゲだけちょっと見れてない。はい。熱いよ。あ、これいいな。どうすっかな。鎌足りとどっち採用しよう。そしたら次はこっちの砲撃型の線を使っていこうと思います。で、線のこんな感じで、特徴は、コピーの最強のキャラと言っても過言じゃないんじゃないかな。大体のキャラって、ユジョブスとチョウバラとか乗ってきて、まあ2倍前後ぐらいが限界だったけど、このキャラは、ユジョブス 1.5 倍、マホブス 1.5 倍、レザバリキラー 1.5 倍、その辺の全部相まって 3.3 倍くらい最高で強化かかります。なんで、とりあえず10の間で、魔法陣、魔法10の前で10の極で魔法陣とかあったりするから、ここで使っていこうかな。で、相方は、天元様、使っていこうと思います。で、最近ちょっとパンデモニウムと合わせて使って株上げてるからね、ちょっとここでも株上げとこうかと思います。で、ソロモン本当は使おうかなと思ったんですけど、ごちゃごちゃしすぎてマジでよくわかんなかったんで、ちょっとわかりやすいかな。あと、テルッチが昨日、モンストニュースで言ってたんですけど、爆発持ちのキャラにこうやってコピー枠が突っ込むと、等倍でコピーするって言ってたんで、なんかその辺がすごいらしい。なんで、その辺もいろいろ見ていこうかなと思います。で、一応これ 3.3 倍かかるんですけど、SS? この味方のパワーと友情コンボの威力が一定期間アップっていうのは、これ、はい。剣の倍率と、剣の枠と友情コンボの強化枠がかかるんで、友情コンボの威力は二重に強化かかるんですよね。なので多分、表で書いてあると思うけど、1段階目だとだいたい 1.8 倍くらい友情強化されて、2段階目になると、何倍?2段階目になると 2.25 倍かかるんですよね。両方ともだいたい 1.5 倍の強化になってます。で、設置して爆発したら、はい、削れますよと。いや、これ SS 溜まって2段階目だから撃ったら、元々の最高 3.3 倍の強化と相まったら、やばいことに、
やばいことになるっていうか、え？何倍？7.6 倍になるんですよね。1.5 の5乗だから。なので、さらにそこにプリシーパーも合わさったら、10倍の強化になります。10倍のコピーって、もう聞くだけでよくわかんないくらいになるから、ちょっとその辺、いろいろ見ていきたいですね。はいはいはい。だから設置して、一応これ、ツタンカーメンがコピーした分もおそらく混ざってるはずなんですよね。多分。なので、その辺もかなりすごい。で、ヒヨコになっても、結局数値上しかコピーしてないから、これだからコピーして、はい。これすると、コピーして 1.5 倍されてる。ただ、レザバリ持ってるかな？これ一人で叩き出してますからね、この人。なので、もうめちゃくちゃやばいと。そういうことになってます。あとは、まあ、できるだけ短縮入れていって、はいはいはい。早めに SS 打ちたいですね。1段階目でも、友情コンボは 1.8 倍くらい強化が入るから、いや、なかなか、っていうか、使われそうでやばいの、この人なんじゃないのかな。なんか一応、風雷とかもなかなか強いけど、最大限力を発揮できるクエストってまだ存在しないけど、このキャラは、なんか、まあ、とりあえずコピーで連れてきゃええでしょ、みたいなノリで、連れてけるんじゃないのかな。属性有利取れてなくても、ユジョブスで 1.5 倍で、魔法陣かレザバリキラー、どっちが刺さるんだったら、多属性でも、別に出張ってこれるぐらいの性能はしてると思うんですよね。なんで、これま、適当にやっていってと。はい。一応、毒メテオも、一応、三日月の毒キラー発動要因とは威力6万あるから、そんなに足手まといにはなんないしね。中心弱点だったら、ここみたいに刺さるから、結構強そう。はいはいはい。と設置して倒すでしょ。で、そろそろ SS が使えそうだから、3P は、爆発突っ込んで、できれば触れていきたいんですよね。なんだ、はい。で、これで戻って、設置しといて、倒していって、はい。爆発どう？一気に跳ね上がりすぎでしょ。いや、これまだ本領発揮してないからね、バフかけたらこれの 2.25 倍の威力になるってことでしょ。つまり3000万よ、3000万。だからここであとは、SS はまあ使えないから、まあとりあえずこれはだコピー入れといて、はい。じゃあこれでコピー入れてってことでしょ。はい、はい。で、爆発ちょっとして、これはまあ足すなに倒しきれないですね。さあ、ここで、1段階目が溜まったから、次回回ってきたらいけるはず。ちょっとこれ、透明化解除と SS ダメしたいから、一旦ちょっと飛ばそうかな。これで SS2 段階目が溜まったということで、皆様にバフをかけていこうかなと思います。はい。さあ、これで、はいはいはい。なんか妻の、なんだっけ、浮気を止めに行くでね、妻がなんかさら、妻がさらわれたから取り返しに行くみたいな確か設定だったはずだけど、もう、いや、妻いすぎでしょ。そして、いやもう、これも天然さんと結構被ってんね。そしたら、これをコボからコピーしてぶつけると、はいはい。これが 2.5 倍のアタッチボムということになってるから、ははは、ロックに設置してねえのに、さらにここに、あれもまだ混ざってますからね。魔法陣ブーストと、あと、プリシーパー、まだ余裕を持たせてるから、ここで、じゃあラスギルの、ちょっと待って、これ、プリシーパー使って、ちょっとこれは一回殴って倒すか。じゃあ 1.5 倍と魔法陣ブーストかけといて、はい。これで最高の強化がかかった状態。だから、レザバリキラーがないから、これで 7.6 倍か。レザバリキラー持ってない。だから、これで、10倍のコピーになるから、ね。10倍のコピー。はい。だから、10倍だ、みたいなね。だから、これをコピーして設置して、いや、でもさすがにちょっとこれ厳しいかな。はい。これで設置して、さ、これで3個設置できたでしょ？はい。ちょっと、伸びおかしいってこれ。じゃあそしたら、なんかツイッターのリプでもね、ちょこちょこなんかノクターンでやばいっすよってめっちゃ言われてたんで、このノクターンで。多分ここが一番力発揮できるかな。レザバリもあるし、で、魔法陣もあるし、ユジョブスもあるし、最高の強化がここではかけられるはず。はい。だから毒の相まって、まあ一番の奥さんといっても過言じゃないですね。まあ、そうなっちゃいますよね。だから極力みんなに、てかさっさと短縮をかけて、ちょっとね、早くやってみたいですね、強さを。はい。多分今後はマジでこれ三日月と合わさってすげえことになるんじゃないのかな。やべこれ。まあ倒せばいいか。で、次倒してこれコピーしてもだから通るはずだから、結局毒キラー M も、レザバリキラーと、そうね、レザバリキラーと、まあ、ユジョブス乗ったら、結局三日月越えのホーミング出せるんで、そんなに気にすることはないんですよね。だから、当倍コピーへ。だからこれもだから、毒入れる。この相方強すぎでしょ。あれ、今までの三日月の相方って誰だっけ。セレナーデとかになってたかな。セレナーデのバフなんて、まあ、ツタンカーメンの前じゃ、もう、もう全然さ、全然。あとは、だから、これもだからコピーかけて、なんか毒メテオで消し飛ぶみたいなこと言ってたけど、消し飛んでる？いや、よくわかんねえな。いや、よくこのアビリティで、トリプルアンチャービーもらえたね、ほんと。風雷はダブルアンチャービーなのに。
いやでもだこれ将来なんかいろいろやばそうな気がするな。水属性のなんかいやこれもちょっとカイドウで三日月と組み合わせて使ってみたかったけどな。あそうだ、あとカイドウってそういやさ三日月が強いって結構言われてたじゃないですか。あの超攻撃にしないと三日月大して強くないからね。まあ、大して強くないって言うとちょっと語弊があるけど、本来発揮できる三日月の強さの半分も発揮できてるかちょっと怪しくなるから、なんでちょっと皆さんちゃんともし三日月持ってるんだったら、超攻撃にはちゃんとしておきましょう。だこれのメテオで、この下の、この下のあいつが倒れてるはって言ってたから、メテオのおかげで威力高いし。てか、どっちが何が強いかよくわかんねえな。単純になんか消し飛ばしてる。アタッチボムはなんかすげえわかりやすかったけど、やっぱフォーミングは、いや、マジでよくわかんねえ。これはだから、これ倒していって、バフ巻きますで、カチ倒して、殴っていって削る。で、防御ダウンもまだ入ってないのに、これ削ってるんでしょ。いや、こんなの絶対おかしいよでしょ。いやー、これで、はい。いや、でもまだ強子も出してないから、なんとか、ちょっと強子出したんですね、強子だけに。いや、ちょっと、いや、他の YouTuber さんもさ、出してる動画見たけど、まだ全然出してない。やっぱ、ちょっと、運営さん、情報過剰すぎるんじゃないですかね。いや、特にさ、公式に出てる人たちなんてもう、全然動画出してないからさ、多分、歯がゆい思いしてる人も結構いそうな気がする。まあ、ユーザーサプライズファーストだから、YouTuber サプライズファーストじゃないからね。で、この辺で出していって、三日月の、はいはいはい、砲撃型で、まあ、消し飛び、あれこれ別に三日月じゃなくても、なんか普通に消し飛んでない？あの、メテオで。気のせいか。で、ボス戦来ました。で、毒じゃない。一段階目のバフとかももろもろ負ける。で、一応これ2体積んでたら、三日月1体でも良さそうな気が、どうなんだろう。はい。で、これバフかけといて。よし、これ倒していく。三日月、やっぱ22が多分ちょうどいいのかな。その、お互いにバフ負けるから、この、ツタンカーメンそれぞれにできそうだもんね。まあ、それか永続で回すか。これはい。厳選に関しては、どうだろう。どっちのツタンカーメンをなんか優先するかで結構変わりそうな気がする。なんか、こっちのツタンカーメンばっか使うんだったら、なんか即必殺照明平明だけど、天魔2で、あっちのツタンカーメン使うんだったらもう、過激モリモリみたいな感じだしね。はいはいはい。友情でこれだけ削れるってことでしょ。私最近ノクターン全然してないけど、絶対これおかしい状況になってるよね。さあ、あとは、次 SS 使えるから、ちゃんと魔法陣を直しておかないと、いけないから、横間でこれは上がっていって、一応だからこれ忘れ去られてるけど、殴りもこの人、しまって、はい。マイス EL 魔法ブス、ユジョブスレザバリキラー。いや、ユジョブス関係ない。魔法ブスレザバリキラーだから最高 2.25 倍かかるんでしょ。で、ステータスも別に、そんな悪い方じゃないからね。で、こっちも SS 使えるように準備しておく。いらないかな。まあ、一応これで最強状態作れるから、あれ？ん？あ、すみません。これ2個踏んだら意味ねえんだった。まあ、いいや。さっきと同じで、みんな強化入れた状態ちょっと作り出せねえな。まあ、多分強すぎるからやんなくていいでしょ。で、結局、レザバリまとってるけど、ユジョブスもだから誘発して出した。いや、これはちょっと濁るからやめた。三日月の強さじゃなくて、今回はコピーの強さなのね。これやります。で、これで倒して、コピーかかりました。だから、ここも、横間で倒していって、はい。強っ。ダメだ、三日月殴ると良くない、これ。本当はだから、こうやって削る性能なんですけど、友情で削れている巨獣自体に、ちょっと皆さん、見ていただきたいですね。これで、横間で、だから下がっていってでしょ。やっぱ、ツタンカーメンもなかなかだな。風雷とどっちが上かっていうと、ちょっと、どっちが上か分かりにくいかもしれない。さあ、これでバス入れて、はい、はい、はい。さあ、これで、2.25 倍かかって、ボス割れ触り。いや、まとってね。あ、まとってる。なので、これで最高 7.7 倍。プリスイーパーもかけて。これで、10倍。いや、これで10倍ね、10倍。魔法陣は踏み等ないから。これで一応爆発突っ込めば、強化された、フォーミングもっかい自分で出せてるから、はい。さあ、これで10倍状態を、10倍超絶貫通フォーミング、一発が？いや、倒さないんかい。一発が威力になってる。だから10倍でしょ？一発44、一発44万の貫通ホーミングを今出してたということでしょ？いや、やっぱこれ。はい。なんで、いや、これは絶対ここで収まらないでしょ？多分、汎用性というか一番使われ具合というか、活躍具合で言ったら、こいつ、このツタンカーメンが一番やばそうな気が、私的にはちょっと予想しときます。最近の予想私当たってるかもね、今後も当たるかもしれない。終わります。ごきげんよう。